ぶっちゃけ聞きます。本当のところ、本日のゲストは宮田真信さんです。宮田真信です。よろしくお願いします。はい、というわけで先ほどまでは本屋さんでお買い物してきた後なんですけれども、はい、こちらの企画では一問一答の形式で、まあ、今回は宮田さんのこちらですね、新刊あやふやで不確かなについていろいろとお話を聞いて、まあ、宮田さんの頭の中を丸裸にしていこうじゃないかという企画になります。はい。そうですね、うん、こっち側のタイトル、実は、はい、担当さんがつけてくれたんですけど。あ、そうなんですね。そうなんです。なんか私がこう打ち合わせとかしたり、うんうんうん、プロットやってプロット送ってで実際に書いてこのタイトルがいいんじゃないかというふうに言ってくださって、うんうん、なんか最初にそれで言ってくださったのがこっち側のタイトルで、その後もいくつか案はいただいたんですけど、はい、うんうん、でもなんか私の中でこれがすごいしっくりきて、うん、なんかこれになるなっていう感じがあったので、うんうん、すごいお気に入りですね。はい、なるほど。はい、今回のテーマはなんか言わないと分かんないよねっていう、言葉にしないと伝わんないし、言葉にしたとて伝わるとは限らないよねっていうのを自分の中のテーマにしてます。うん、どうなんですか、その伝えるっていうことの難しさっていうのは宮田さんご自身も普段感じてるところなのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど。やっぱりすごく思いますね。同じことを説明してもそれが伝わるとは限らなくって、伝わらないことの方が多くて、はい、うんうん、人とずれてるのかなとかやっぱり思うこともめちゃめちゃあるんですけど、はい、なんかそう思ってそこで諦めるか、うん、またそこから何とかしてじゃあ私の見てる世界を伝えるために言葉を尽くすかとかでも関係性って変わってくると思うので、うんうん、そういうのを考えてます。なるほど。なんか自分のことを伝えるっていうのもありつつ、はい、まあ、相手も受け取り側じゃないですか、はい、なんか相手に対してなんかもっと伝わってみたい なんかそういうことを思ったりされる機会とかってあったりするんですか、相手に対して。あんまりないですね、うんうん、めちゃめちゃ球投げて1個でも受け取ってもらえたらいいかなっていう気持ちで数打ち当たるみたいな。数打ち当たるなるほど、はい、結構でも作品の中でも、うん、例えばそう伝えるっていうところでのすれ違いが描かれてると思うんですけれども、うんうん、なんかこう気持ちのすれ違いが起きた場合の対処法とかスタンスとかあるのか気になったんですか。そうですね、うん、私は割となぜすれ違ったのかという根本まで遡り、はい、どこの発言ですれ違ったのかを全部考えますね、はい、あ、めちゃくちゃ深掘ってくというか、はい、なんかどこがダメだったかとか、ここでこういう解釈をされて、でもそれに気づかずにこう言ったからこういうことを相手は考えているんじゃないかっていうのを想定して、うんうん、だとしたらまずここの誤解を解くために、はい、私が今から言うべきセリフは何だろうとかを考えます。マジか。じゃあそれ突き止めた上で、はい、それじゃあ相手に対して、はい、私はここでこういう風にあんたが捉えたと思ったんだけどってどうですかね。なるほど、すごいそこまでいくってことですか。はい、なるほど。でもなんか逆にちょっと小説の内容と宮さんご自身について結構ギャップがあるなともちょっと思ったりして、うんうんうん、やっぱ撮影で一緒にいる分には、はい、宮さんってすごいなんか好きっていうことをなんか伝えるのがすごい上手だなと思っていて、はい、なんかすごい好きなものに対しては好きって言われるじゃないですか、うんうん、なんかそこら辺って意識されてるものとかってあるんですか。はい、私は好きなもの好きって言っといた方が絶対得だと思ってて、なんかもしだからそれを他に好きな人がいたとしたら私も好きなんだよねってコミュニケーションのきっかけにもなるし、私が好きっていうことによって興味なかった人が興味を持ってくれるかもしれないっていうのもあって、なんか好きの発信は結構どれだけしてもいいかなっていうふうには思ってるんですけど、それこそあまり発信しない人もいるじゃないですか。はい、そうですね、言葉にしない人とか、うん、からそういう人って何考えてるんだろうなと思って、あんまり私はそういうタイプではないので、うん、理解ができなかったので、それとかを知りたいなと思って結構こういうキャラ設定になった人とかもいますね。うんうんうん、なるほど。どうですか、実際これ作品は今回連作短編ですよね。はいはい、
なのでなんか物語つながってると思うんですけど、うんはい、どうですか、実際執筆される中で、はい、キャラクターが自分の意思とは思わぬ方向に動いたみたいなシーンってやっぱりあったりするんですか。もうナルキの1個目のショーは、はい、私の意図した通りに何にも進まなくて何もそうどうしてだろうなと思いながら、はい、どうしてそうなるのかなって言いながら、あ、なんか半泣きで追いかけていってこう胸ぐらガッて掴んで意味わかんないって言ってるみたいな書き方ですね。どうですか、意味わかんないポイントで具体的になんか作中の登場人物の行動でなんか記憶残ってるものって何かありますか。なんでそれしちゃうの。なんか不安になってることを言わずに自分の中だけ自己解決してるとか、最後までそのまま行く、なんか間違えたら間違えたなって絶対気づいてるはずなのに、なんかでももうこれしかないって突き進んでっちゃうのとか、なぜって思いますね。どうですか、そういう意味でなんか作品を書く中で、はい、なんか新しく発見したこととか自分の今まで思ってたことをちょっとこれ違うんだなみたいな、そういう発見の部分って何かありました。なんか、うん、言うのが怖いっていうのを知りました、はい、うん、言うのが怖い、言ってどう、なんか言わなくても関係性って変わっちゃうけど、自分が言うことによって自分が関係性を変えてしまうから、うんうんうん、その一番初めの一歩踏み出すのが怖いんだっていうのを知りました。今まで逆に宮田さんはそこはあまり気にされてなかったというか、はい、結果は変わるんなら自分が動いた方がいいじゃないですか。自分の手で自分の運命掴み取りたいじゃないですか。めちゃくちゃポジティブ。なんかダメな結果だったとしても、はい、自分が動いた結果だったら、なんか相手が悪いことってどうにもならないけど、自分が悪いことは学びになるじゃないですか、はい、だからそれはそれでいいと思ってて、迷惑はかけてますけど、はい、それは申し訳ないなと思いつつ、でもそれはコミュニケーションの結果なので、なんか次はこうしないようにしようっていう反省にもなるので、うん、そんなにそこ考えてなかったんですけど。なるほど、まあ、行動を起こせば結局自分の身になるっていう前提があったけど、はい、それに対しても怖いと感じる人もいるんだ、はい、それが怖いから踏み出したくないっていうのがあるっていうのを知りました。作中で逆になんかすごい自分の気持ちと噛み合った瞬間ってやっぱあったりしたんですか。噛み合った瞬間で言うと、さえ、はい、がもっと付き合ってた人、シンのことを怖いって思う瞬間あると思うんですけど、はい、それとかすごいわかるなと思って、うんうんうん、もう自分が付き合ってる相手、親しい相手ではなくって、はい、そうじゃなくなった時に自分の想定外の行動を下げると怖いよなと思って、はい、なんかそれこそ友人関係とかでも、はい、なんかみたいになることってあると思うんですけど、はい、そういうことに近いのかなと思って、それはすごい分かるなと思って書きました。確かにあれもあれですよね、だから身近でずっといた存在が何かのきっかけで全然違う見え方をしてしまうか、はいはい、しその親しい時だったらその行動って別に普通のことでなんですけど、関係性が変わった瞬間に、はい、行動は一緒でも別な見え方になってくるっていうのはすごいわかるなと思いました。どうなんですか、これ例えば作品全体を通して、うんうん、例えばこう付き合いされてる登場人物が出たりするっていうのがあると思うんですけど、はい、例えば恋愛の中で宮田さんが一番大事だなって感じてる部分って何かありますか。恋愛の中で一番大事だな。そうですね。あ、ごめんなさい。愛ですね。愛。愛。はい。どうしよう。わかりました。はい。感情を相手に伝えることが一番大事で、それがなきゃどうにもならないので、どうしよう、ね、そうです。伝えることが大事です。そうですね。
僕でもこのタイトルすごいいいなと思ってて、あやふやで不確かなっていう、はい、なんかつかみどころがない感じが伝わってきてて、どうですか宮さんご自身にも例えばあやふやで不確かなっていうものに当てはまるよう な、うん、なんか時期があったのか、それとも今もそういう時期なのかっていうとちょっと聞いてみたかったんですけど、なんか自分自身がというよりは自分の感情とかはいつもあやふやで、結構不確かな部分とか多くて、私って今何考えてるんだろうなって思いながら結構生活してるので、そういう部分ですごい全部があやふやだなって思います、そのあやふやな自分の感情に対して宮さん的にはどういう歩み寄り方をする、それあやふやのままなのか、それをもっと言葉にしたいのか。言葉にするために、過去の読んだ本の、で集めたいろんな感情を照らし合わせます、なるほど。それちょっと具体的に聞いてもいいですか、過去の本って、今まで読まれた本を読んで、そう、登場人物の心情とか。そうです、登場人物って心理描写をちゃんと小説の中だとされているので、言葉になってる感情がたくさん詰まっているので、自分の感情の中で一番近いものを探して、それであこういう風なのかなって、これはちょっと違う気がするなとかをちょっとずつこうすり合わせていって、でこういう感情の一部なんだろうなってことを推測してます、なるほど。どうですか今回失敗筆される中で、ちょっと大変だったこと聞いてみたいんですけど、大変だったことはまずその1話目が本当にすごい全然書きようがなくって、理解できなさすぎて全然書けなくって、主人公もそうです、登場人物全員の感情が何もかも分からなくって、分からないものどうやって書くんだろうって思いながら、ずっと書いてて、それにより締め切りを過ぎ、あ、そうなんすね、そうなり、やばいなって自分で焦ってしまったことにより余計焦って書けなくなるという悪循環に陥ったので、それが一番大変でしたねでもその悪循環はどうやってそう乗り切ったんですか。めっちゃ謝りましたあ、謝罪で担当の方に、担当さんに、すいません何日までに出します、マジごめんなさいっていう気持ちを伝えて、全然大丈夫ですよって言っていただいて、申し訳ない、こんなことを言わせている自分が不甲斐ないと思いながら、なんかでこの申し訳ない気持ちをどうすれば返せるかって、もう書き上げるしかないと思って、それでもう絶対書き上げようって、もう絶対ちゃんと書き上げるんだっていう、いいものを出そうって気持ちで、せめてものみたいな気持ちで書きましたじゃあそこはある種ちょっとお尻に火がついて、やりきった部分もあるってことですか。本当に担当さんのおかげでできましたすごい優しいから罪悪感すごくてなんかいつでも土下座ライブはするんでって言ったら、いらないですって言ったらそうです確かにとね、いがんはと思ってなるほど。今回でもあれですもんね、表紙も魚住先生に書いてもらった、そう書いていただきました、なるほど。そこはでもオファーというかやり取りがあったりしたんですか。結構最初の段階から、そうなんです、本出すとき魚住亜美さんに表紙書いてもらいたいですねっていうのをずっと言ってて、この話の内容が、まあ、決まる前ぐらいからずっと言ってなるほど、言ってて、でいざ本当にじゃあちょっと無理かもしれないんですけど、ダメ元で言ってみますねと言ってくださって、そしたら受けてくださって、なるほど、それで今のこういう完成したことなんですね、なるほど。そうですね、まあ、いろんな登場人物が出てきていて、全部別になんか誰か実在の人物を想定したっていうわけではないんですけれども、いろんなシーンとかに多分もしかしたら経験があるような会話とかシーンとかもあるかもしれないと思うので、やっぱりこう普通の日常の話なので、そういう場面で自分のこう感情とかがこう思い出された時、懐かしいなとか、あこんなことあったのとか思ったら、なんかそういう人との思い出とかちょっと振り返ったりとかして、そういう人とのコミュニケーションについてとか、そこからちょっと考えてみるきっかけになったら嬉しいなと思います。はい、わかりました。はい、
今回は宮田まなもさんをお招きして、はい、こちらですね、現在発売中のアルフィアで不確かな、はい、そちらの方について詳しくお話をお伺いしました、はい、こちらの詳細については、はい、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ありがとうございます。はい、というわけで、皆さん今回は本当にありがとうございました。ありがとうございました。